はい、ピースケでサックスペアやっていきますということで、言いましょう。今日お知らせで連動で、パワープロ2022を購入すると、PSR の友澤くんが手に入るということで、はい、まあ、ちょっと今のうちに解説関係いろいろしていきたいと思います。はい、めちゃめちゃ やばいです。はい、こいつアプリの時はもう進むくんとか公的種守るとかと同じような感じで、何 PSR ほぼ、まあ、変換権使うとかしないと、実装不可っつうか、ガチャがもうめちゃくちゃ渋すぎて手に入んないみたいなキャラだったので、やばいです。はい、それを配布で、まあ、パワープロ2022を、まあ、購入して連動するっていうところであるんですけど、はい、ガチャ引くより全然安いというか、しかも確定だしっていうところで、はい、やばいです。はい、気合入ってますね。ありがとうございます。まあ、周年も近いので、うんだね、まあ、周年のキャラによってはもう一番の目玉キャラなんじゃないかっていうぐらい強いキャラになってます。で、まあ、アスレの強化がもうすぐ来るのと、闘争学園でも、大活躍するので、普通に必須キャラなってます。はい、なのでサクスペ民の方はぜひ、ゲットしてあげてください。はい、で初期評価80で2上限ですね、覚醒のミート4と、総力上限2上限になってまして、特異練習も 30% モルモットとかのレベルですね。はい、でタグボは60かな、うん、タグボ60の特異練習しかも固有のところにもあるので、まあ、40% 45% ぐらいあるんじゃないかなっていう感じです。はい、で技術ボナーで練習効果30もあって、感じかな。はい、試合経験でも 20% あると、はい、いう感じになってます。まあ、基礎ボナー1個なぐらいですね。はい、あとはもうあとはもう文句なしで、レスリングなのでめちゃくちゃその分でも強いですし、はい、まあ、袴と比べてもこっちの方が強いです。はい、まあセカンドワンチャンっていうのは一応あるんですけど、友澤くんに関しては、はい、まあ、基本的には、この金徳も2個入るので、降格法と、カリスマ取るもよし、まあ、編成によっては明鏡指数になることもあると思うんですけど、はい、金徳も2個なので、はい、今の環境ではもう本当に文句なしの、ぶっ壊れキャラという、はい、感じになってますので、これがもらえるというこれがもらえるっていうことで、はい、まあ、野手育成もそうですね、めちゃめちゃはかどるんで、ぜひゲットしてあげてください。はい、でまあ母体入ればもう基本的に50しやすいとは思うので、はい、初期キャラみたいなもんなんでね。はい、やばいっすね、めちゃめちゃテンション上がりましたオセラス見た瞬間、はい、ありがとうございます。でまあついでツイッターなんですけど、まあ、この後、まあ、注目していきたいキャラなんですけど、まあ、キューピッドのアマネちゃんですね。アマネちゃん、まあ、実際出番そんなないんですけど、はい、一応電光石火かブリッツで、パワー上限ミート上限でボクシングで、うん、まあ、編成によってはアスレイの強化入れるかもしれないっていう、まああのね、イベキャラが違ったりとかした場合に、組み込む可能性はあるのかなっていうキャラになってます。で俺ちょっとまあアプリでは全然使わなかったんですけど、はい、元のアマネちゃんとほぼ同じ感じで、まあ、上限とか金徳が違うような感じかな。はい、まあ、なのでまあもともと826のキャラなんで性能は抜群に強いです。まあ、周年来るのかな、周年っぽい匂いをちょっと感じるキャラでございます。はい、で続きまして、この子が確保したいキャラですね、とりあえず今度の、まあ、アスレがまあどうなんだろうね、6周年終わったぐらいで来るのか分かんないですけど、はい、一歩くんでございます。でアスレの強化が相棒、彼女キャラじゃなくて相棒を組み込んでいくような感じになってて、こいつがオールマイティなので強いって感じでございます。はい、まあ金徳牛分けですけどね、はい、言えてません。はいまああとは基本的な相棒のキャラで、まあ、試合経験で20だったりとか、まあ、タックとかちょっと今までより強めにはなってんのかな、ちょっと覚えてないですけど、はい、なのでぜひゲットしたいキャラになっております。はい、でこの後でも一応エビルの強化でも
一時期あの最初の方は結構使われたりとかしてたキャラですね。はい。で、モコちゃんです。で、モコちゃんはどっちかっつうと闘争の方が強いかな。まあ、でも弱いキャラではないですね。必須ってわけではないんですけど、性能は普通に金徳も虹とさよなら取れるし、強いキャラになってます。競技なんだったっけ？競技、スポクラ？忘れた。なんかでもまあ、いい競技だったとは思う。うん。で、まあ一応練習効果も持ってて、はい。二上限で、金徳も2個でっていう。はい。まあ今の環境の中だったら普通に強いキャラですよねって感じになってます。はい。で、まあこの2人がアスレンの強化で来るので、まああとはボクシングキャラがちょいちょい、まあ小山根だったりとか、はい、いろいろ。まあ七井くんとかも来てたんですけど、もう出ちゃってるので、まあそれに付随する近しいキャラが来るのか、全然違う性能のキャラが来るのかわかんないですけど、はい、サクスペ限定のキャラとかもまあ間に挟んでくるのかなっていう感じでございます。はい。で、ちょっとまあいつ来るかわかんないんですけど、野球マスクです。はい。で、まあ夏前とかに来てたキャラだったと思うんですけど、はい、まあ周年とかがある関係でちょっと前倒しの可能性は一応視野に入れといていいのかなっていう感じのキャラになってます。はい。まあ覚醒してるので、まあ普通に化け物キャラなのと、まあ、変化鍛錬でも強いし、打撃、まあ投手も野手も闘争花丸時代に入ると、まあ両方必須キャラみたいな感じになってて、うんって感じですね。まあ夏ぐらいかな来るの。だから練習性能は、まあ、練習効果、スタミナじゃねえ、得意練習高い。で、得意練習が、あれ30か。なんでなんだろう。なんかこいつ 30% なのにね、めちゃめちゃ来る印象があるキャラなんですよね。あ、違うか。覚醒で、そうだよね。覚醒で合わせて 50% で、コントロールが4になってるっていう、はい、キャラですね。はい。で、野球マスクと、進むくん違うんだよね、覚醒の内容がっていうのがあったりとか。はい。まあそこはいいか。で、金徳もしっかり2個もらえてって感じなので、うん、最初どうなんだろうっていう感じではあったんですけど、使ってみたらめちゃめちゃ強いっていう。で、まあ招き効果もあって厳選もできますよっていう、はい、ところで、やばいです。技術ボーナーだけかな。はい。テーブルだけだと、まあ普通に、まあ強いは強いと思うんですけど、ちょっとまあ使ってみて初めて感じるような性能にはなってるかなと思いますけど、はい。まあこの友沢と進むがマジで、夏から秋ぐらいにかけてまで、なのでまあここから半年ぐらいですね、かなり必須キャラに入ってるっていう状況になっております。はい。なので、まあワンツーかな。欲しいキャラワンツーの一人が、まあだから連動でもらえちゃうよっていう、はい、感じになってます。はい。で、続きまして、マースレ強化で強かった、まあ最後の方できたのかな、縦橋です。はい。まあ今だとレイリーの方がほぼ同じ性能で強いって感じになってるんですけど、選手権彼女で、走塁の練習改革が初めてついた、キャラになってます。はい。まあ戦士元彼女キャラなんで、まあ、タック性能とかはそんな強くないんですけど、まあアスレで結構ね、筋力、何あんこ入れて、筋力改革してっていうのと、まあ両方入れるのもできよしだし、縦橋の方軸に、走塁の方で、稼いでいくっていうのもできるようになったキャラみたいな感じになっております。はい。で、金徳も2個しっかりあるので、はい、強いですね。強いキャラ、アスレじゃ強かったっていう感じですかね。はい。まあ、エジプトとかぐらいまでになっちゃうと、もうレイリーとかの方がやっぱ強いみたいな、まあタグ棒がとかがないとエジプトだとね、ちょっとやっていけない感じになっちゃうんで、まあ、またどっかで使うのかな。うん。ビジュアル的に人気とかキャラですね。はい。私自体が人気あるんで、
はい、まあ、出た時は活躍してたキャラでございます。はい、でマイケンです。マイケンはあの今多分もうすぐ4月のね、何新入生応援みたいなやつで来てたんですけど、まああんまり使われなかったです、正直なとこ。まあ一応練習改革とか持ってて、まあ、性能はねちょっと期待できそうな感じはあったんですけど、まあハマるとこはなかったみたいな感じかな。はい、まあどっかで使えるかもしれないんですけど、まあ、街道も変幻自在もあるし、まあ金徳ちょっと足んないかな今の環境だと、もしかしたら。はい、感じなんですけど、はい、まあサクスペの方では、まあ、どう輝くかっていう感じですね。まあ、実装は多分されると思うけどね、周年関係とちょっと被ってるのでどのタイミングで出すか分かんないですけど、はい、こんな感じです。はい、まあ、まだキャラはいると思うんですけど、出るキャラ一応押さえておきたいキャラでございました。まあ主にまあこいつの情報に合わせて出した感じなので、はい、ぜひサクスペやってる方はあの新作のね、まあ、ガチャ引くのと変わんないっつうか、ガチャ引くより全然あのお手頃に買える感じになると思うので、はい、ぜひゲットしてあげてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。バイバイ。